ミルコ・ボルトロッティ、ミルコ・ボルトロッティは、イタリアトレント出身のレーシングドライバー。レーシングカートを数年経験した後、ジュニア・フォーミュラへ転向。2005年にイタリア・フォーミュラ・ルノーの陶器シリーズと、フォーミュラ・グロリアへ参戦。3年間を、フォーミュラ・ルノー、陶器シリーズで過ごし、2006年には、総合4位を獲得。 同年にはフォーミュラ・アズーラと、イタリア国内の FJ1600 にも参戦。アズーラでは1勝と5回のポールポジションを上げ、総合2位を獲得した。2007年には、フォーミュラ・アルノーと同時に、イタリア F3 選手権にも参戦。初年度は1勝と2回の PP を獲得し、総合4位。翌2008年も引き続きイタリア F3 に参戦し、16戦9勝。 6pp という成績でチャンピオンを獲得した。この年のイタリア F3 の成績上位3名に、フェラーリより F1 マシン F2008 を運転する機会が与えられ、フィオラのサーキットのサーキットを走行した。この際に記録した、ラップタイムは、同日に走行した他の2名より1秒以上も早く、2008年シーズン中に、キミライコネン、ルカバドエル、 マルク・ジェネが記録タイムをも上回るコースレコードであった。その後、F3 でチャンピオンを獲得した成績が評価され、F1 チームレッドブルのジュニアチームに選出された。2009年には、同年に25年ぶりに復活した F2 選手権に参戦。参戦目となる、第2ラウンドブルノでの第1レースで、初優勝。その後のブランズハッチの第一レースでは、 ファステストラップを記録するなどの活躍を見せた。その後12月1日から3日に行われたヘレスでの若手ドライバーテストにトロロッソから2日間参加したが2010年1月に突如レッドブルジュニアチームのメンバーから外された。しかし3月にフェラーリドライバーアカデミーのメンバーに加えられることが発表された。2010年は GP3 に参戦したが 5回の入賞と、うち1回の表彰台を獲得したのみで、シリーズ11位に終わり、12月16日に、フェラーリドライバーアカデミーのメンバーから外されることとなった。イタリアフォーミュラ3選手権、FIA フォーミュラ2選手権、GP3 シリーズアダック GT、マスターズブランパン耐久シリーズ、GT ワールドチャレンジヨーロッパ、耐久カップ GT、 ワールドチャレンジヨーロッパスプリントカップスパフランコルシャン24時間レースユナイテッドスポーツカー選手権デートナ24時間レースありがとうございます